自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。 火影を目指すナルトであったが、アカデミーの卒業試験には何度も落第していた。そんな折、アカデミーの教師ミズキはナルトにとある秘密を教える。それは火影の屋敷に眠る封印の書を盗み出し、書に記された術を覚えれば、 アカデミーを卒業できるというもの。ナルトは意気揚々と屋敷へ向かうのは。
火影の屋敷から封印の書を盗み出したナルト。しかし封印の書に記されし禁術は極めて危険なものである。三代目火影はすぐにナルト捕獲の命を出すのだった。逃亡を続けるナルト、そこに水木が現れ、ことの真実を語る。水木はナルトを騙し、封印の書を手に入れようと画策していたのだ。ナルトを手にかけようと襲いかかる水木、絶体絶命のナルト。そこに現れたのは恩師イルカであった。水木の攻撃から身を挺し、満身創痍ながらそれでもナルトを守り続けた。その姿に戦う意志を固めたナルトはついに叫び、水木に挑む。
自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だ。水木を倒したナルトはイルカによってこの半隠れの忍びとして認められる。そう、忍びとしての物語がここより始まったのである。